昼間に除幕式が行われた志村けんの像のところです。夜になってもですね、一目見ようとする方が結構多くいらっしゃいます。志村けんさんは1950年の2月20日生まれ、去年新型コロナウイルスでですね、3月29日に突然お亡くなりになったのは記憶に新しいところだと思いますが、ザ・ドリフターズに所属し、日本を代表するコメディアンの一人として、この東村山をメジャーにしたということで非常に功績が多い方です。もちろん東村山の名誉市民にも なられていらっしゃいます。夜なのでね、あまりこの表情というのはちょっと見づらいかもしれませんが、ハインのポーズを取る志村けんさんです。ちょっと近く行けないかなと思ったんですが、ちょっと無理そうですね。あ、これでどうでしょう。私が幼少期の頃は8時だよ全員集合が全盛期で、そうですね、カラスの歌が特に好きでしたね。カラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょう、カラスの勝手でしょうは確かにいい絵って妙だったと思います。それから東村山音頭にですね、あとは一番好きなのがバカ殿シリーズなんですよ。ちょっとマニアックなネタかもしれませんが、志村けんさん扮するバカ殿と由紀さおりさんの絡みが大好きで、由紀さんが必ず年齢詐称をするわけなんですよ。そうすると志村けんさんが切れて、そこを碇谷長介さんがですね止めに入るという、まあ、恒例のパターンだったり、由紀さおりさんがいらっしゃらないとそこが小柳ルミ子さんだったり研ナオコさんだったりするわけなんですよね。生前たくさんの笑いをいただいて本当にありがとうございましたというか、まあ、月並みな言葉なんですけどね。ちょっと別のアングルから映そうと思うんですが、こうなったんだ。こちらからだとどうでしょう。少しライトが当たるのでね。やはりもう少し明るくてもね、良さそうな気がするんですが。昼間の生配信でもお話ししたんですが、ここのね、志村けんの木、あ、暗いから見えないですね、欅の木がね3本あるんですよ。それが唯一ねこの東村山に、まあ、もう東村山イコール志村けんさんというのはもうどなたでもご存知かと思うんですが、特にそれを記念するものというのが今まで全くなかったんですね。で今回この志村けんの像ができたことによって、ちゃんとねその印となったというかそういうものができて、これでねあの東村山って東京の中でもあまり誇れるものがないんですよ。正直観光地でもないですし、特に名所があるわけでもありませんが、唯一東村山を連想させるというのがこの志村けんさんだったわけなんですね。
ちゃんとこういう風に銅像になって、本当にねこちらにも書いてますけど、多くの笑いと感動をありがとうと。先ほどもあの碇谷長介さんのお話少しいたしましたが、プライベートではさほどうまく付き合いはされていらっしゃらなかったみたいなね、ことが言われてますが、今頃あの天国でですね碇谷長介さんと何かお話しされてるかもしれませんね。お前も銅像になったのかいみたいなね。昼間はね遠くからしか映せませんでしたので、かなり近づいたところで、夜はですね、志村けんさんのこの銅像を、映してみました。時折この明るくなったりするのはですね、他の方がフラッシュを焚いて撮影されているからです。だいたいですね常に10人以上はこの銅像の周りにいらっしゃるような感じで、警備員さんもね、いらっしゃいます。カルガモの池のすぐ近くにこの新しいこの名所ができたということで、また明日は日曜日ですから、カルガモをねまたついでにご覧になられる方も多いのではないでしょうか。去年ね70歳という年齢でお亡くなりになったということですが、あの本当にね気の毒なお亡くなり方だったとは思うんですけど、こう衰えてね亡くなったという感じじゃありませんので、まあ、いつまでもね記憶の中に生き続けていただけるというか、いまだにね YouTube などの動画で若干バカ殿とかが残ってるんですけど、亡くなった感じがしないんですよね。ちょっとね夜なのでちゃんと映せるかどうか分かりませんが、ここにちゃんとね志村けんの像、後ろの看板と一緒に多くの笑いと感動ありがとうと立ってるんですけどね、また明るい時にまた機会があれば映させていただきます。ということで夜の時間帯に、志村けんの像近くで撮影させていただきました。ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などぜひよろしくお願いいたします。